こんにちは、セイラです。皆さんは日本の自動車メーカーのマツダについてどういった思いをお持ちでしょうか。個人的には広島カープのマツダというイメージが強いですが、自動車業界としてのマツダは硬派なイメージがあります。モータースポーツファンにはマツダといえばロータリーエンジンという印象が強いかもしれません。独自性の強い自動車開発を得意とするメーカーで、日本国内のみならず世界中で熱心なファンを獲得しています。今回はそんなマツダにフォーカスしてお話ししていきます。マツダの歴史。実は2020年でマツダは創立100周年を迎える歴史あるメーカーです。1920年に創立したのですが、創立から10年後の1930年頃、自動車産業に参入を狙っていました。三輪トラックを生産していた時代から、とにかく自分たちで作ってみようということで、自社で開発することにこだわった新興メーカーでした。1930年代、広島市では当時の陸軍では昇魂祭の余興としてオートバイレースが開催されました。オートバイの試作車を会場に運び込んでいたのは、東洋工業社長の松田十次郎氏とその技術陣でした。ほとんどが海外の有力メーカー製の中、生粋の国産品がどこまで切り込んでいけるのか、不安と期待が入り混じる状況だったとされます。しかしレースでは海外メーカー製のバイクと大接戦を繰り広げ、なんと勝利したのは東洋工業の試作車だったのです。国産品のプライドが一石を投じた瞬間であり、自信を得た十次郎氏は自分たちの手で国産三輪トラックを開発すると、次の一歩を踏み出す決意を固めたのです。これがマツダのスタートとなりました。その後、戦前は三輪トラックを製造することがほとんどでした。私たちがイメージするような自動車メーカーとなったのは1960年代からです。初の四輪乗用車として登場したモデルが R360 クーペです。戦後初のクーペモデルとして知られています。 R360 クーペはスバル360よりも安価な価格設定で登場したこともあり、大ヒットを記録し、約9年間も発売された名車です。さらには1970年代にはモータースポーツ界に衝撃を与えた量産ロータリーエンジンを初めて搭載した車、コスモスポーツを開発します。ロータリーエンジンの量産へ向けての研究開発は困難を極めますが、世界初の量産化成功は世界の度肝を抜いたものとなりました。ロータリーエンジンの研究開発はマツダにとって財産となりました。もちろんロータリーエンジンに関する技術もですが、その開発精神は現在に息づいています。その後のマツダは山あり谷ありという言葉がまさにぴったりです。1970年代のオイルショックや1980年代後半の販売拡大路線は失敗に終わり、フォードの世界戦略への編入という経営的な舵を切ります。マツダの業績はフォードの下で回復基調へと転じ、2000年代からようやくマツダらしい研究開発ができるような状況にまで回復します。現在は国内の巨大自動車メーカーのトヨタとの提携を強め、世界戦略を見据えた開発を行っています。世界初の技術。マツダは硬派に技術開発で勝負するメーカーで、世界初のテクノロジーであっても果敢に挑戦しています。全てを壊して世界一のエンジンを作るという革新的な新世代技術、スカイアクティブテクノロジーに取り組んでいます。その中で着目したのがディーゼルエンジンです。ディーゼルエンジンはピストンを使った頑丈なエンジンで、速い回転には向かず、速い回転が求められる乗用車には向かないというのが常識でした。しかしその常識に疑いの目を持ち、クリーンでガソリンエンジンのように広域まで軽く回るディーゼルエンジンを作ろうという開発方針を固めます。そして開発されたのがスカイアクティブ D です。スカイアクティブ D はディーゼルタイプのエンジンとして、燃焼形態と低温指導性を改良することによって圧縮比を14まで低下させ、 NOX 触媒を使わずに現行の排ガス規制をクリアするという素晴らしいエンジンです。究極のディーゼルエンジンがスカイアクティブ D ならば、究極のガソリンエンジンを目指したのがスカイアクティブ G です。ス
カイアクティブ G は 14.0 という圧縮比は世界中の自動車メーカーを驚かせ、そんな高い圧縮比ではノッキングが生じるはずだというそれまでの自動車業界の常識を見事にひっくり返し、燃費とトルクをともに 15% 向上させたエンジンを実用化したのです。ちなみにスカイアクティブ D のコンセプトを社内で発表した際、反対意見も多数あったそうです。それでも開発が成功した時のインパクトは大きいと考えていたそうです。それで最終的に開発のゴーサインが出るところがマツダらしいですね。なぜ世界初の技術がたくさん生まれたの？マツダからはなぜこのように世界初の技術がたくさん生まれるのかという部分は気になるところです。特徴といえるのは開発現場に根付く一番ピン発想です。一番ピン発想とはボウリングの一番ピンのように一番先頭のピンが倒れれば他のピンも倒れるように研究開発が進むというものです。一番の課題を解決するようなブレイクスルーを起こすことができれば、それ以外の課題も解決へ一気に近づくというものです。一番ピンを倒すために重要になってくるのが選択と集中です。あれもこれもと手を出していてはその一番ピンを倒すことはなかなかできません。マツダの持つ開発力をその一番ピンを倒すために集中することによってオリジナルのテクノロジーを作り上げる、そのことが世界初という結果をもたらすのだと思います。その結果、マツダにしかない車を世に送り出し、車好きの心をくすぐるような商品を作り出しているのです。マツダの中長期ビジョン。これからのマツダを考える上でサステイナブルズームズーム宣言2030という技術開発ビジョンを発表しています。車の持つ魅力である走る喜びによって地球、社会、人それぞれの課題解決を目指す新しいチャレンジとしています。まずは車として楽しい走る喜びを技術開発のベースに、地球環境を守りつつ社会の課題を解決し、さらには人の分野には心と体を活性化させる人馬一体感のさらなる追求をするとしています。さらにこの方針の中では、次の100年に向けて人と共に作る独自性を大切にしていくと述べています。自動車業界は現在大きな変革の時を迎えています。それは脱ガソリン車というもので、地球環境をこれまで以上に意識した車作りが求められています。自動車メーカーにとってはこの流れについていけなければ生き残ることはできない時代に突入していくことが予想されています。その中でもマツダはマツダらしく、車好きをうならせるような車を送り出せるのか注目されています。まとめ。ここまで世界に誇る自動車メーカーであるマツダについてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。マツダといえば日本の自動車メーカーの中でも硬派な技術色の強いメーカーです。マツダの根底にはロータリースピリットと呼ばれる開発経験があります。ロータリーエンジンの研究開発は困難を極めながらも量産化に成功したという成功体験は、マツダの精神性を決定づけるものとなりました。現在ロータリーエンジンを搭載した車は発売されていませんが、その精神は現在のマツダに引き継がれています。例えば今回紹介したスカイアクティブの開発などは典型的な例といえます。自動車業界を取り巻く状況は急激な変化を見せていますが、マツダの開発力をフルに発揮することができれば、ロータリーエンジンのような世界に衝撃を与えるようなテクノロジーを作り出すことも夢ではないです。マツダはテクノロジーで勝負するメーカーとして今後も活躍してほしいところです。独創性があふれるテクノロジーを開発し、その成果を詰め込んだ夢のある車をこれからも開発してほしいところです。それでは最後に質問です。皆さんはマツダについてどのように思いますか？ぜひ皆さんのコメントをお待ちしております。それでは今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。